はい、おはようございます。今日は僕の自粛期間中の、1日のフル食動画ということで、運動量が減って消費カロリーが落ちてしまう中で、僕がどういうふうに何を考えて、どういう計算をして食事をとっているのかっていうのを紹介していきます。自粛期間で体重、体脂肪が増えてしまって気になってるよっていう方とかいたら、考え方含めて参考になると思うので、ぜひ見てみてください。僕が重視しているのは、続けやすさだったり、効率の良さ。なぜかっていうと、1日だけ単発で、こういうカロリーとかを制限した食事をとっても意味がないので、やっぱり僕は続けやすさとか、効率の良さっていうのを重視した、食事の選び方をしてます。はい、参考になればいいなと思います。では、朝ごはんからいきます。朝ごはん。沼が出てくるんですが、やっぱり効率と続けやすさと、美味しさと計算のしやすさとかを考えると、結構沼って本当にね、最強なんですよね。最強の原料飯です。見た目はね、そうでもないんですが、本当にね、一回作ってみてください。しかもめちゃくちゃ続けやすいですね、これは。で、最近気づいたんですけど、わざわざフライパンとかで卵は調理しなくても、ここに割って10分ぐらい、保温でね、10分ぐらい待ってると、勝手に半熟卵ができるので、家にいる時間が長くなって、自炊の時間が増えてるかと思うんですけど、毎食、毎回時間をかけて作るっていうのも大変だと思います。で、僕も夜とかはたまに、気が向いて時間があるときは、結構時間かけて作ったりするんですけど、特に朝は、普段は時間もないし、眠いので朝は、どれだけ手間をかけずに、効率よく、その上で栄養価の高いものを取れるかっていうのを意識して、朝ごはんは選んでます。はい。で、こんな僕もついに、PR 案件というものをいただきまして、サンクロレラさんから、サンクロレラ A パウダーとシェイカーの提供をしていただきました。こちらどういうものかというと、料理だけでは補えないような栄養素、特にビタミン、ミネラル、葉酸だったり鉄分だったり、そういうものを、手軽に水に溶かして飲むだけなので、手軽に効率よく摂取できるっていう、商品になります。バスケットボール選手の渡辺裕太さんや、格闘家の山本美優さんも、日頃愛用しているということです。というわけで、作っていきますと言っても、水に入れて溶かして飲むだけなので、量は適当です。で、これパウダー。これ一つ、一袋6g になってます。昔ダイニングバーで働いてたので、シェイクには自信があります。はい。ってことで、朝ごはん、これも一緒に取っていきます。ということで、これが朝ごはんです。いただきます。あ沼は3合炊きで作ってるんですけど、それを2食に分けて朝と夜に食べます。カロリーと、タンパク質の量だけでもちゃんと字幕で載せていこうと思うので参考にしてみてください。ごちそうさまでした。はい、そしたらお昼ご飯作っていきます。お昼ご飯はサバ缶のトマトソースパスタを作ります。で使うパスタは、これ僕の写真になってるんですけど、市原の、ボンズを応援してくれてるプリマパスタさんっていう、パスタ屋さんがあるんですけれども、そちらで作っている、高タンパク質パスタ、ということで、こちら他のパスタより、糖質が低めで血糖値が上がりづらい、低 GI のパスタになってます。でタンパク質も他の普通のパスタよりも少し多めになってます。普通の100円ぐらいで売ってるカットトマトのホール缶を買うと味付けが一切されてないので、玉ねぎだったりニンニクだったりいろいろ足したりして、味付けしていかなきゃいけないんですけど、これの場合はもう味が基本的についてるので、これを入れるだけでいいので簡単にできます。プラスで、これにプラスして味付けしてもいいし、でこれは楽です。はい、お昼ご飯です。いただきます。うまっ。サバ缶とトマト缶で、ちょっと煮るだけで全然味付けの必要もほぼないし、めちゃくちゃ美味しいので。ぜひやってみてください。で、サバ缶は脂質が高いので、本当に減量したい時っていうのはあんまりいらないんじゃないかっていう、カロリーも高くなってしまうので、そう思うかもしれないんですけど、僕は脂質も完全になくすというよりは、必要な良質な脂質っていうのは取った方がいいと思っていて、それを取った方が、健康的に過ごせますし、脂質も絶対必要な栄養素になるので、良質な脂質、魚の油だったりナッツ類、アボカドとかそういうものに関しては減量中でも一切抜くっていうのはやらないようにしてます。ごちそうさまでした。でビタミン野菜、これもいつも飲んでるんですけど、これも、ビタミンとかミネラルはこれはあんまないですが、ビタミン類は豊富なので、毎食、生野菜とか、野菜っていうのを食べるのも難しいとか、まあ、難しいこともあると思うので、これもまあ手間と効率を考えると、飲むっていうのもありだと思ってます。はい、そしたら夜ご飯作っていきます。朝ご飯とほとんど変わらないので、もうやることもあんまなくて簡単なんですが、作っていきたいと思います。はい、こちら夜ご飯になります。いただきます。1日1食ぐらいは、ちゃんとした、飲み物だったりじゃない、食材の野菜っていうのを食べれたらいいかなと思ってます。まあ、毎食、そういうのが取れるっていうのはベストだと思うんですが、マストではないので、僕は最低、まあ、1日1食は、生野菜というか食材の野菜を食べれると、食べるようにしてます。もちろん、毎回食べる時もあるんですけど、3食食べ終わったので、まとめをします。まず、朝ごはんが553キロカロリー。で、昼ごはんが981キロカロリー。で、夜ごはんが683キロカロリーで、合計が2217キロカロリーです。で、これが摂取カロリーになります。僕が取り入れた1日のカロリーが2217キロカロリーということになります。消費カロリーがどれくらいなのかっていうと、僕の場合は、これ Google とかで検索すればわかるんですけど、基礎代謝って調べてもらって、一番上に出てくるサイトで調べられるので、簡単な方法で計算すると、そこのサイトで、体重、身長、年齢を入れるだけで大体の基礎代謝が出てきます。で、僕の基礎代謝が、僕は184センチ、78キロ、28歳なんですけど、それで僕の基礎代謝っていうのが1850キロカロリーぐらいなんですよ。で、この基礎代謝っていうのは何もしなくても、1日ベッドで寝てるだけで内臓の働きだったり、脳の働きで消費してくれるカロリーが1850キロカロリーぐらいあると。で、それプラス、まあ、歩いたり、その日常生活とか、まあ、ランニング、ウォーキング含め、カロリーを消費してるので、そういうのを合わせると、だいたい僕が、まあ普通の日で2500キロカロリーは消費してると思われます。サッカーがある日とか、試合のした日はもっと増えるので、3000とか4000、4000はいかないかもしれないですけど、3000以上になったりっていうのもあるので、はい。で、そういう日の食事と、家でこもってなきゃいけない、運動量が減ってしまうって時の食事っていうのは、やっぱり同じでは、結局脂肪がつきやすくなってしまうので、そういう数値を計算してやっていくと、間違いがないかなと思います。なので僕の場合は1日、まあ、家で筋トレ、体幹ちょっと入れるだけ、30分ぐらいやるだけでもカロリーを消費するので、2500は絶対消費してるっていうふうに考えて、それを超えない摂取カロリーをしておけば、体重が増えたり、脂肪が増えたりっていうのは、あんまり起こらないことで、逆に、だんだんその生活続けていくと減っていくようになるので、僕はそういうふうに意識してやってます。タンパク質量も僕は大事にしてて、こういう痩せたいと思っ、脂肪を落としたいと思ってる時期でも、最低でも体重かける 2g の、タンパク質を摂るようにしてます。で、今日の場合、朝が 48.5g、昼が、63.3g、夜が 45.5g 取ってて、合計すると1日で 157.6g 取ってます。で、僕の体重が78キロなので、かける2をして156g、156g 取っていたいのに対して157取れてるので、ちょうどいいということで、タンパク質量は問題ないです。なので自分の1日の消費カロリーと摂取カロリーっていうのを一回、計算してみてください。もちろん体を大きくしたい、体重増やして、筋肉つけたいっていう場合に関しては、消費カロリーよりも摂取カロリーを増やさないといけません。摂取カロリーは食品成分表だったり、食材を、ネットとかでも食材と栄養素を見ると、100g 単位で、栄養素出てくるの、カロリー出てくるので、そういうので計算したりすると分かります。僕はそういう風にして自分の摂取カロリーを計算してます。こんな単純じゃなくて、他にもいろいろな要素が組み合わさってくるんですけど、基本的な考え方としてはこういう形で考えておくといいと思います。はい、ということで今日は、自粛期間中に体脂肪を増やさないようにするために僕がとってる食事について紹介しました。ありがとうございました。